よっしゃ、任務終わり。平門、平門と。この時間からの外出届は出ていなかったはずだが。おい、平門時間だぞ。待て。サスケ、こんな夜にこんな生ぬるいところではそれは得られない。あんたには感謝している。だがまだ足りないんだ。俺は力を手に入れ、もう一人の三人の元で。大丈夫かい、カカシ。内派の幻術はきつい。しばらくは動けんぞ。ええ、それよりサスケが。お前まで倒し、サスケは一体どこへ向かったのじゃ。おそらくオロチマルのところへ。なんてことだ。オロチマル。そろそろオロチマルは次なる器を欲する時期に来ている。そんな。一体なんだよ。何もったいぶってんだってばよ。すみません、遅くなりまして。ペインテ、サスケの野郎。私、病室の前でカカシ先生やホカゲ様の話を聞いちゃって。サスケが里抜けしたらしい。なんだって。オロチマルの元に向かったそうだ。今でさえ危ない存在だってのに、どんな力をもらおうっていうのよ。力を得るために出て行っちまったらしい。この額当て、サスケのやつここに来ていた。つまりサスケは俺たちを、木の葉を捨てたということか。あいつは木の葉の俺たちの仲間だ。オロチマルはサスケ君の体を器として乗っ取ろうとしてるの。サスケのやつ、何やってやがんだ。木の葉の里へ。今内派の立場はめんどくせえことになってっからよ。俺とナルトで行く。ぶん殴ってでもサスケのやつ連れて帰ってくるからよ。見ろよ、ここが俺たちの秘密のトンネルだ。近丸、そろそろ急がねえと。ああ。サスケ君を、サスケ君を必ず連れ戻してきて。大丈夫だって、サスケは絶対俺が連れて帰る。ナルト君、気をつけて。なんでだってばよ。俺はイタチは同じ年頃には完璧にできていたぞ。お前にはまだ早すぎたのかもしれん。チクショウ、しどりなよ。あの三年間を。なんだこの感じは。一瞬で終わらせてたまるか。あの落ちこぼれが。この三年で随分力をつけたようだ。どんなことをしてでも力を手に入れてやる。とったらいつの間にか家出ちゃって、まだ帰ってないのよ。ナルトだけじゃないってばね。鹿丸くんもいないらしくて。え、ナルトなら大丈夫だよ。どこかで修行でもしてるんだと思うよ。こっちだ。おう。内派のサスケが里を出れば、黙っておられぬ者どもが出てくるだろう。オロチマルへの進物を無事届けねばならない。どんな手段を使ってもいい。根の物切ってのお前たちをこうして集めた。くそ、しまっ、ゲジマユ。二人が里を出てすぐ追いかけていく影を見た。
助っ人に来たというわけだ。こうやって皆さんのお役に立てる方が燃えますね。あんたが張り切るとろくなことないんだから。来る。お前たちは暗部か。もう父ちゃんにバレちまったのか。父ちゃんの言いつけでも引き下がれねえんだってばよ。暗部相手に何まともに突っ込んでんだよ。邪魔しないでくれ。ただの暗部じゃねえな。本気で殺しに来てやがる。ナルトまで殺しにかかるなんてありえねえ。ポストスーパーフラットはオイラの芸術だ。こうなることは分かっていた。よう、見たか、オイラの芸術。せっかくの獲物をあんなボロボロにしまったら、ざけんじゃねえぞ、てめえ。行くぞ、ヒダン。は？出発しましょう。血の気の多い子だこと。どうなってんだこいつら。同じ木の葉なのに。そういうことか。ズバリ本当の狙いはサスケをオロチマルの元に送り届けること。だからサスケ君を連れ戻そうとする私たちが邪魔なんだ。逃げるってのかよ。追うんだよサスケを。ネジ、サスケの位置、わかるか。ラクン！こっちだ。まだ追いつける。あれもなんとかしねえとな。来るぞ。くそ。今のでだいぶ間を詰められちまったぜ。俺たちはサスケを追うんだよ。おい、何言ってんだ。分かっています。僕がこの人たち、サスケ君を追ってください。行くぞ。サスケ君を助けるため、ここは絶対に通しません。足止めにリーを使ったのね。もう逃がしません。傷んでるみたいですが。いらないんなら持ってくぞ。もちろんお預かりします。行くぞ。おいおい、他の遺体はバラバラで使い物に乗りそうになかった。この野郎が吹き飛ばしやがるから、みんなバラバラだ。うるせえな。おいらのやり方にケチつけるってのか。やめとけ。デイダラのおかげで
今の暁があるようなもんだからな。この葉隠れの里の下人たちと組む気なのか。あいつらと組む日も来るかもしれないな。ナガト、なんだそれ。みんなが村に帰るどさくさで落としてしまったらしいな。よし、俺が届けてきてやる。ここで待っててくれ。ふざけてやがるぞ。実験だとか言って呼び出しといて、わざわざ来てやったら何の役割も振らないなんて何言ってやがる。オイラの芸術は派手すぎて今度の実験にはふさわしくない。よし、ここは一つ思いっきり派手にやってやるか。ヤヒコ、ナガト、しっかりして。どうしてこんなこと。たちの仕業なの。これは平井神の術に使う特製の苦内だ。木の葉の火影がやらせたというの。許さない。木の葉隠れに対する復讐心で動き出したんだよね。ぶち殺したい相手がいるんならいつでもオイラの芸術で吹っ飛ばしてやるのにな。その日を期待して待つとしようぜ。同じ痛みを知らなければ本当に他人のことを知ることはできないからだ。大国に痛みを。カズキの舞。サスケのやつ追いついたらぶん殴ってやる。この腹して泣き面にしてやる。無理はするなよ。行って。緊急で飛び出してきちゃったから。あれだ、あの塔がサスケの目的地だ。塔の中に入っている。たかが二人だ。こっちは三人、問題ねえってばよ。メイジ、頼むぞ。分かっている。お前たち二人とも、この領域を踏み出ることはできない。しまった。ここから先は通さない。
き行け。俺が止める。サスケの感情を揺さぶれるのは、サスケを連れ戻せるのは、ナルト。来た。急げ、ナルト。しかまる。任せたぞ、しかまる。影真似の術、成功。何が。お前はここで、俺に付き合ってもらうぜ。これも僕の任務です。予報は曇り時々雨。参ったな。柄じゃないんだが。オロチマルか。あなたがサスケ君ね。待ってたわ。なんだ。上には行かせないからね。ふざけるな。早く力を。どうしたんだ。相変わらずうるさい野郎だな。力が湧いてくる。お前になど負けはしない。なんつう力だ。オロチマルはお前を自分のものにしようとしてんだぞ。力さえあればそんなことどうでもいい。自撮り流し。この力は圧倒的な力の差を見せてやるよ。見せてやるってばよ。力ってやつを練り込まれた具合だろ。なんだ、やつに何が起きた。覚悟しろよサスケ。何？自然エネルギーを利用して千人モードだってばよ。なんでお前なんだ。わけわかんないこと言ってねえで。そうか、あの力には時間制限があるのか。カトン合流可能術だ。消えちまいな。本当の狙いはこっちだ。何がおかしい。ずっと思っていた。父ちゃんと比較されて生きてきたよな。お前だけは分かってくれると俺はそう思っていた。同じ境遇のはずなのに全然違った。俺も頑張ろうって、お前のようになりたいって。落ちこぼれでずっと弱くて、おかげのダメ息子でいればよかったんだ。俺は違う。まだこんな力が。兄さん、お前を連れ帰りに。少し遅かったようだな、ナルト君。弟と仲良くしてやってくれ。そんな。許せ、サスケ。